おじその120、もう一回いこう、もう一回120、ちょっと120、大丈夫、120って言いそう、120%、仮眠取ってきたな、そうだね。おじその 102%。 覇気がない。覇気がない。いい？しょうがないですよ。今日いつもと違うじゃないですか。違くないよ。いつも元気ないから、今日は夕方から集まろうってことで、はい、今日は夕方から頑張ろうという大会でございます。そうですね。はいはい、にもかかわらずいつも通り元気ないじゃん。いや、朝起きるの嫌だなと思ってたんですけど、うん、夕方どうですか？日中グダグダしてからここに来るってすごく大変ですね。まだ朝の起きた勢いで来る方が、パチスロやめた方がいい。本当向いてないですよ。前回も向いてない。向いてないの今日は抜けてないですさあ、今日もね頑張りますよ。前回のおさらいをちょっと軽くここでしておきたいと思います。前回はですね、結構へこんでしまった打率をちょっと回復いたしまして、はい、3人トータル 99.7% まで回復したところでございます。これを今日はせめて 100% 超えぐらいまでは持ってきたいと、そういうことですね。まあ、打てば自動的に行きますから。まあ、タケちゃん結果出してるからね。はい、そうなの。確かに一人結果出してる。そうなのよ。やっぱうまいんじゃないかな。これ来れば来るほど割り下がってるんですよ。塾長ですね、今まで4回やりまして3回負けてます。もう多分40万ぐらい負けてる。何で打ってんだよ。そんな打ってない。さっき鬼ババから電話かかってきてめちゃくちゃ怒られたよ。なんて、今日は勝てよって何この、フィリピンから帰ってきて4回打って4回負けてんだから。そうです、今日勝てよ。帰ってこない方がね、よかった。せっかく出稼ぎに来たのにね。そうですよ。で、一方たけちゃんはですね、いい成績ですよ。1回しか負けてないですね。4戦3勝。その1回も負けてやった感じですね。その1回は 84% なんで結構やられてますよ。それ第3回目で 84% だったんですね。何打ってたんですかその時。俺その時多分ハードボイルド。あいつかやっぱ当たんねえんだってハードボイルドって。で最後確かゲッターマウスこすってたかな。もう追いつかなかった。追いつかなかったやつですね。ゲッターマウスあればね、我々なんとかなるけど、ないんですよ。ないのか。ないんですよ。もう片っぽ翼をこうもがれてる。いやもう両方もがれてますよ。それよくウグイス谷で縛られてるやつでしょそれ。そんなウグイス谷で見たことない。そもそもウグイス谷の SM 専用ラブホテルのやつでしょそれ。六本木にある。六本木にある。いろんなところにあるんだ。貼り付けの部屋ね。錦糸町にもあるよ確かね。ダメだよ。行ってるんですか。行ってないです。誰と行ってるんですか。行ってない行ってない。奥さん、もし行くとしたら一人です。奥さんと1人。奥さんとディープキスとかしてますか。ちょっとやめてください。やめてください。もう30年ぐらいしてませんから。やめてくださいよ本当。そうですね。一人で行くんですか。俺は結構動く家時代一人で行ってましたよ。麻雀みたいな感じ。麻雀知らない人と。フリーマージャンじゃないんだから。相手誰もいねえよ。相手最初からいるとかじゃないから。俺とラブホテル行ったら誰かいるの3人。だってSM のホテルに1人で行くって、うん、自分でやるのかやって。違う。それ相撲取りじゃねえか。いやいや、俺寝るだけだからね。そうそう、寝るだけだから、寝るだけだから。そうそう、家でいいじゃないですか。家がない時の話してんだよ。3人とも変わってるけど、多分一番変わってるよね。そうですか。変わりすぎちゃって、うんうん、なんかこっから大井町に行こうと思ったら、うん、あっちに歩いてって、うん、こうやって地球一周して大井町。もう何、ブラジルの方からここ帰ってくるのこれって。これでだってマスクしてたら、これが G 面だったら、うん、スーパー入ってきた瞬間ロックオンっすよ。いや僕ね、よく気が怪しいっすよ。いや、これ何これ。チェリー、
知らないのチェリーちゃん。中段チェリコでしょ。違う、それメンヘラの方だから。やめなさいよ、やめなさいよ。プロレスラーのチェリーちゃん知らないの。知らないです、知らないです。俺長年パチスロ打ってますけど、こんなチェリー映画見たことないから。いや、チェリーちゃん、チェリーちゃんでみんな知ってるよね。ほら、DDT に、DDT にも出てたよ。みんなポカーンですよ。チェリーちゃん。今子供もポカーンですよ、これ子供も。今あれで占い師やってるチェリーちゃんですよ。知らないの？占い師。あ、知らない。多分知らなくても俺たちの人生1ミリもそうしない。本当です。めっちゃ可愛いのに。チェリー。チェリー。チェリーじゃねえだろ。チェリーじゃねえだろ。誰よりも先に捨ててたくせに。じゃあ引導を渡してやらないと。引導ね。引導を渡してやらないとですよ。さあ今日もねグダグダですけど頑張っていきますよ。はい、前回終了時点で打つ騎士を一応上げてもらったんですよ、ね、そしたらマッピーマッピーマッピーというね恐ろしいラインナップになりました。さあ今日何が始まるのか、今日本当にマッピーマッピーマッピースタートなのか。マッピーしか勝たんですよ。マジっすか。今日ね幸いにして前回お邪魔したレイトギャップ平和島さんなので、はいはい、騎士移動が奇襲変更がなければ、はい、またマッピー打てるんでね、はいはい、マッピー打てるんでちょっと奪い合いですか。奪い合いですよ。タケちゃん打ったの。俺はウォーミングアップしてますよ。タケちゃん打ったのあれ角おあれ右2番目です。右から2台目だよね。あれなんか良さげだったから。そうそうそう、あれが空いてれば、空いてれば取りたいですね。そうだね。いやあれはもう出がらしですよ。本当にあいつら取るんでしょ。まあ相性がいいかもしれないですね。でとりあえず今日はマッピースタートかな。まだやる感じこれ。もういい、はい、それではねおじさんね、もういいか、取れ高あるか。はい、それではおじさんたち 102% 目指して実践スタートです。はい、えいえいおーえいえいおーえいえいおーなんでやってくれないバカみたいじゃん。この人やる気ない。絶対やんないもん。じゃああれで入ってくる。やる気ないやる気ないで入ってくる。元気だね。元気すぎるね。それ何なの。それ金玉の話。えそれ何なの。なんで上手に戻ったの。やる気ない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 って入ってくるよ。あれ何もう誰か撮ってるみたいな。何もう置いちゃってんの。誰か撮っちゃったみたいな。もう置いちゃってる人いる。誰かがもうな知らない人。ちょっと待ってちょっと待って。歯のないおじさんがここにカバン置いてきました本当に、うん、あなたでしょ。だってあなたでしょあなたでしょ。俺難しそうなんでやめます。打たないの。打たないです。だってこれタケちゃんが前回えらい出してたじゃないじゃん。そうです。マッピーじゃなくてチャッピー打ってきます。チョッピーチョッピーチャッピー打ってきます。マッピーじゃなくて番長打ってきます。じゃあマッピーいっちゃう。本当にバーサーするとか。ああいたどうする。タケちゃん前回これ出してたから一応所有権があるかなと思って。相性はいいと思います。相性はいいよね。ただ今日のこのグラフもうちょっと出がらし感がある。なるほど。じゃあちょっと前回軸長が軽くこすっただけで諦めたこっち打ってみようかな、はい、結構溜まってますよ。溜まってる。本当これパワー溜まってます。ああもう3日間溜まってるじゃん。溜まってるじゃん。この分いただけるってこと。ああそうだそうだ。じゃあちょっと塾長が前回ねあのハマりにハマったこちらの台だって 104% なんだもん。昨日一昨日からの 104% 目指せばいい。うん昨日一昨日今日で3日間で。じゃあ今日だけで見ると120%ぐらい、うん、この前のタケちゃんみたいにいけます。いただきます。俺もそういう台打ったんだ前回。よしさあ、あれほどマッピーマッピーマッピーって言ってたにもかかわらずマッピースタートは山本一人というねこの低堕落。困ったな。大移動し放題だな。とりあえず前回塾長が結果を出せなかった
右角台からスタートしたいと思います。そうだ、花火とかね、バーサスと違って演出なしでスイカ揃わないからね、もう消灯しなかった時点でもうフリーでいいわけですよ。前回はね3000円で飽きたって言ってね、新花火移動してしまったので、今日は4000円以上頑張りたいと思います。さあなって下段だな、スイカ脳天でイエス、いる、もう一丁、あースイカ2連か、おー外れた、いきなりいただきました。投資がですね、あーまずか1本、わずか1本、わずか1本、いいねいいね。さあ揃っちゃうのか外れるのか、あーそうです、19レギュラー1本、投資1本、さあここまでは前回と一緒だな、レギュラーで飲まれて飽きてやめたんだよね前回ね。やっぱ1台ずつぐらいあるんだね、花火もあったし、みんな端っこだな、いやあっちじゃね、さっき出た台じゃない、打つんなら。いやいやこっちじゃねえだろっていう、あっちになんか出てる台あるじゃねえかっていう、データ見てさ、これ見たら215の0だよ、0だったら8の6、8回出てる台、じゃあ打ってきますよ、よいしょ、ディスク久しぶりだな、でもちょっと前回ね1万9000負けちゃったんでね、それを取り返す戦いになるよね今日は。あ、デスクアップ打ってる、デスクアップですよ、チャップアップにしますチャップアップにしますこれなんすか、これ誰、アスダマナタ、え、アスダマナタ足田マナなんだって、これ足田マナ今の、今の随分カルトですねあるか何打つの兄貴は、ピンクパンサー、開いてなかったよ、開いてないの、うん、どうしよう、なんか1台ぐらいあるって考えたらこれかな、でもあのハードボールドは外れっぽかったしな、1000円で当たんねえかな、なんか1台ぐらいはあんのかもね、2が当たり前じゃん、あ、俺今目押しミスった、あれ、あ、ミスったかスイカこぼしたかやべ、 102% が、また5000円だな、
あるかもよ。鬼ボーナス。もう打ち方忘れちゃった。あ、いいんだ。なんだよ59枚って。ひどいな。あー、ちくしょう、幸先悪いな今日も。本当今日も幸先悪いよ。もう勝てる気しないわ。なんでよりによって化け引くかな。200ゲームぐらいでやめてる台ない。ちくしょう、もうエナでも何でもやってやるぞ。こうなったら鬼ババから電話かかってたからな。お、ハードボイルド打ってんの兄貴は。これで山高さんのマッピー出たらちょっとショックだな。捨てた俺が悪いんだけど。ねえ、なんかクソって思うよね。この野郎って。先輩だけど。かなり先輩だけど、クソこの野郎って思うよね。後ろからちょっとラリアット。首の骨折ってやろうかなぐらいのこと考えるかもね、出てたらね。前回の負け分回収ぐらいするぐらいでいったらちょっとただごとじゃない。では参ります。クラシックモード。びっくりした。なこれ、初めて見たわ。こんな何でもないような目で。ありがとうございます。3ゲーム。ついてる人何打っても当たるんだよな。俺があんなに苦労した初当たりを。あんなあっさり射止めやがって。腹だめ。バーケ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 。4ゲームビッグ。そんなことあるかよ。なんだよ今日、中竹敦ディナーショーじゃねえんだから。どこで狙えばいいと思う。どこに合わせてみようか。シンバルに合わせた。普通だな。
やったでしょ、やったでしょやりましたよ。昔の癖が、昔の癖がついつい出ちゃって。白か。前回のマッピーもそうだったけど、だいぶ期待値貯めてたから、これもね相当貯めてっから、今日はいけんじゃないですか。終わっちゃった。あ、珍しい。当たす。嬉しいです。んでボーナスつながってほしいです。そりゃそうです。遅れたな。ですよね。こっから先はのなかなかないよね。大体3連まで。ですよね。ありがとうございます。もう 102% 超えてるよ。やめる？これ外れもある。あ、中段バーって普段止まんなかったっけ？あ、思い出してきた。で、オシジュンベルはボーナス未成立状態だとこっからしか揃わないんだけど、下段からベルが揃ったらもう成立後だね。そうそうそう、思い出してきた。じゃ、これも踏まえた上でちょっと後ほど絞り込むときはギュギュ行きましょう。飽きましたね。みんなそろそろあれじゃない？山本がバーサス打つとこ見たいんじゃないの？そろそろ。どうなの？みんな。マッピーのひし形失敗するところとバーサス右中段7、どっち見たい？ねえ、右中段7の方が良くない？どうなの？ひし形失敗するとこそんな見たいの？でもあれ一回失敗すると出率が大きく下がるんで、大きく下がるので、こういうね意外と数字にシビアな企画においてはワンミスがね後々それこそ10回分ぐらいまで響くかもしれないですよね。で、そのノーミス、そこのミスがなければ2000枚取れたかもしれないぐらいの、そういう塊があるわけですよ。そのワンミスのせいで2000枚取れないがあるので、いやマジでね、あのひし形は絶対に失敗できないですよね。枚数調整忘れるぐらいは別に。でもあれもな、痛いんだよね実は。ラストゲーム2回取れるところ1回しか取れてないわけだからね。
ビッグ2回あるうちの1個、ビッグ1回分捨ててるようなもんですからね。何？確率は142あるね。移動しようか。化けが多かったのかな。あ、マジか。あ、ねえな。いや、一回当てるわ。やべ。バーサス。でもこれなさそうなんだよな。まあでもちょっと後ろ髪引かれてるんだよ。子役全然揃わんないけど。やばい、1000円で捨てる可能性であるよこれ。一回も揃わないんだよ、リプレイも。子役一回も揃わなかったよ。あ、リプレイ揃った、よかった。頼む、なれ、クソが。これでここに X 出ればもうもらった。これはダメ。あ、入った。一万円買いできたっけこれ。化けかな。あぶねえ。あぶねえ。おい、来たー、よいしょ。19ゲームビッグ、よし、いいね。ビッグに偏ってる台は化けなんかいらねえんだもん。設定なんかどうだっていいんだよ。とにかくビッグが出る台を打ちたい。もう心理でしょ、プロ、あのスロット打ちの期待値なんかクソくらいだ。俺は現金の方が欲しい。水耕は外れ。横コーンすらならないっていう。外れ一回。まあ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 。ですよね。すげえ今更気づいたんだけど、これベルトがリプレイ転廃すれば全部子役外れ、ハサミで。ここから今のところ外れてないよね。そうだ、今までなんで知らなかったんだろう。ブランキーセレブレーションと同じ配列なんだけど、ここがもうあっちは左中段なので子役外れなんですよ。でこっちは違うじゃん、外れでも止まるじゃん。だからもう全然違うものだと思って
左右の組み合わせとか全然考えてなかったな。実は左右でベルリプが転廃するだけで子役外れっぽいな。これね、この形ってことはちょっと厚めのエースで中段青とか逆にありだね、ありだね。変に下段7止まるよりも、これね、厚いエースの時大体スイカだからさ、そう考えるとこいつがここ止まった方がいいんじゃん、強いエースの時は。あーそうか、ちょっと勝手に楽しくなってきたぞ。お、脳天だぞ脳天。さあネクスト、え、マジで何も揃ってませんが、あるぞ。あー、いますね、多分これでベル揃えばいます。あー揃ってますね、いますね、いました。こっから揃うってことはレギュラーくせえな。173、やはり170、まあ揃ったのは174、追加投資してるので4本、追加4本。練習練習。あーダメかも、ダメかも、怖い怖い。この状態でビッグを迎えるのは怖いな。中リールマジ難しい。さあ最後のコインでなって、あー移動ですかねまた戻ってくるかもしれないけど、ちょっとね向いてないですね。52やめで、バーサスかなやっぱねちょっとみんなをちょっと 見ましょう。みんなの様子を見てから。バーサス、マジか、意外。もう来た、もう来たよ。早くないですか、こっち来んの。飽きちゃったで、ビッグ当たんねえんだもん、まあ、おじさんはすぐ飽きちゃうんですよねレギュラーレギュラー、おじさんすぐ飽きちゃう、飽きちゃう飽きちゃう。あーそっか、ほら逆押し中段赤7でも見たらどうですか。いや本当それ見に来たんだけど五島のおじさんが打ってるからいやちょっとかぶっちゃ悪いかなと思って。花火のカード良さそうですよ。でも本当に入ってはいるみたいよ花火。本当、まあ、ちょっと機種をかぶらせんのもあれなんで、花火しようかな。はあ、じゃあ新花火いきますわ。この間も打ってませんでした。実はねこの間も打ったんですけど、見たいり一面ほとんど見れなかったんで今日は違うやつ。もう実機家に買ってやった方がいいですよさあ前回に引き続き新花火、いやその前も打ってるね、その前も打ってるんで3回連続になりますけど、新花火こすっていきます。前回はね、上段ドンからのハサミドン揃いでしょ、でノリオからの斜めドン揃いで、枠上ドンからの子役外れ、あと花火チャレ、玉屋チャレンジでツモ、そのくらいしか見てないですよね。で今日はブランク絵柄中段から外れたり、あるいはそこからジャックリップ揃ったりみたいな、そういう奇跡的なところをねお見せできたらいいなと思ってる次第でございます。
とにかく前回と違うやつ。ただね、ドンが降ってきちゃったら、まあその時はしょうがないね。ドンが降ってきちゃったら、前回はハサミで揃えてるんで、今日は順で揃えていきたいね。うん、せめて前回と違うドン揃いパターンで新鮮味を演出していきたい。山本さん早くね？ドラクエは飽きずに何年もずっと毎日毎日やってんのに、マッピーはもう秒で飽きるんだ。あんま見ないような気もするけど、よく見るような気もする。ゲチェナだったらそれはそうなんだけど、なんかどっちもありそうな気が。でももっと分かりやすい位置目が止まっても良さそうだけど、押し位置があれかな。お願いします。よっしゃー。もうちょっと早く来なさいよ。前回あんなに苦労したハードボイルドでまたビッグ？え？ざまみろ。言っちゃった、言っちゃいけないこと言っちゃった俺今。ビッグって聞いて、レギュラーって聞いて、思わずざまみろって。人の不幸を喜ぶな。すいません兄貴、間違えました。聞けないよりマシだから。間違えちゃった。でやらかしたの誰だよ。やらかしたの入ったよ。クソクソ入ったよ。バケだったらただでお金だぞお前。ぶっ殺す。よし、264。やべえ、パンクしそうなんだけど。違う。おい。おい。無双転生。今すぐぶん投げたいよ。ぶん投げるって違うよ。この台をやめるってことじゃないよ。これを取り外してぶん投げたいってことよ。屋上から。おい、全然当たらねえ。逆から押して流れを変えるか。上下段にドンちゃんが5回止まるまで逆押し。遅れてますよ。
あーうー1回これ花火だね、今打ってんのは。だから氷オアだね。バーサスだとチェリーオアなんだよね。ややこしいね。うわー、なんかね、今遅れてたような気はしてたんだよな。ようやく当たりました。7が否定されてるので、レギュラーかドンビッグ。158ゲーム、投手が5本っすね。うわ、やめろ。158、レギュラー投手5本。やれ、もうバーサスだったら2回ぐらい見せてるよ、もう今頃。うん、ほい、さああるぞ。よーし、あるぞ。頼む、上下段ドーン。クソがー、そうか。ちょっと山本の兄貴、兄貴、はい、あっちの兄貴が無双転生やってますけど。無双転生。ガチの無双転生じゃねえかね。どうした、どうした。え、なに、要するに寝てるってこと。夢見てますよ、夢。どうした、兄貴、今夢グループの中にいたでしょ。夢、なに、夢グループ。夢グループ。DVD ね、DVD。 やばいね、お腹いっぱいでちょっと眠くなっちゃった。もう言葉が出てこないわ、言葉が。また言葉を失わせる。失語症だから。大丈夫、血糖値かーん。え、血糖値かーん。いや、もう完全糖尿病だよ、ね、糖尿病だよ。じゃあ血糖値を抑える薬飲まないと。やばい、大丈夫。え、もう1000円で当たったんだよこれ。あ、そうなの。飲まれちゃいました。うまい、うまい、これ飲まれた。俺もう10本使ってるよ。俺もそんなもん。今 2本目。2本目、この企画は兄貴にかかってるからね。いや、本当だよ。俺だって今日レギュラー3回ビッグゼロだからね。ひどいね。ひどい、ひどい。ちょっとじゃあちょっと気合い入れていくわ。え、気合い入れていく、気合い入れていく。どうした、シンナーでも吸ってく。それ好きね。頼みますよ。夢グループの CM いいよね。もうすぐ、ほんとさ、ちょっと目離すと夢見るから、あの人さ、ドリーミンかっつうの、ほんとリアルドリーミンかっつうの。ほんと困っちゃうよ。ロラーラ、パズレンベや。揃わないやつだ。
あーよかった。ないか。分かってっけど見てやんよ、うん、揃うな。うわー274バケ。買い足し2本ですね。おいおいおい頼むよ。やっぱ予告音なんないからな。その点やっぱバーサスはこう心が弾む機会が多いよね。中段7。あ、左がちゃんと滑ってれば二角だぞ。左の目押しが遅いと氷がある。あーもう遅かった遅かった。いやちょっとショックだな。あれで氷はショックだな。おーかっけー。狙い続けて、3回目ですね。第3回目4回目5回目今回の5回目、毎回これ狙い続けてようやく止まった。氷下段ハサミ天杯からの中リール枠内7、ようやく決まりました。46ゲームよしよしよし、ようやく初ビッグさあ、RT レンチャン3にしても後半でね、アウティの後半でレンチャンしてほしいね。今潰されるのはもったいない。特に見どころのある RT じゃなかったね。何？何もないよ。何もないよ。もう今日ね、この後強烈に見たいのがブラリプリプのダイオチェリーと中段プランからのチェリーハズレ、チェリーダイオハズレ。その2つがどうしても見たい。うわー来た、おっしゃーの野郎。ほんとよっしゃ95ゲーム95ゲーム。95よかったー。頼む、よし頼む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 、ずるっと滑ってくれ。くそもう入れていい、さっきパンクしちゃったからさ。
外れ。チャンス。くそー、外れ3回。さっきの台よりはいいよ。お、いいぞ流れが。ああ、もういつも通りだ。座って3ゲームで引けたのに。ダメじゃないですかこれ。貴様はダメなのか。ダメならダメと言ってくれ。いや、もう言ってくれなくても分かる。お前はダメだ。ダメな台だ。ダメもダメ、ダメダメだよ。もう流れ星。絶対揃うんだもん。バキューン、バキューンになった。リーチ名じゃない、リーチ名じゃないよね、これリーチ名なの。やったー、290ゲーム。投資がね、総投資7000円ぐらいかな。8000円かな。お久しぶりでございます。狙えねえよこんなもん。狙えるわけがねえんだ。ビッグボーナス AT ハイラニア、ただの子役。魚。あれ、さっきの良かったんだ。さっきのスイカこぼしたみたいな感じだった。またかよ。やだ。
おおやった29ゲームねんちゃん様です。普通だな。あぶねえ。ありがとうございます。あーほっとしました。白食らってます。あれ俺間違えた、あれ俺間違えた、これリーチ目じゃね、リーチ目だよね。こんなパターンあんだ。ナビナビ、嘘ナビ。さあ、まあ化けでもいいよ。はい。遅かった、なんか引っかかっちゃった。参ったな。おいしょ、いたの。いつの間にみんな分かった分かってた皆さん。やったで、ワンセットもらうよりやっぱ AT 中に引いた方がボーナスとこれももらえるんだから、ボーナス中に引いてもな。
分かってっけど見てやんよ。うわあ。いるやつといないやつなんか違うの？いるやつといないやつがあっているやつかと思ったけど偉そうじゃない？218ニーヤさんニーヤさんのビッグです。年金ビッグ無双転生夢グループ入った！ラッキー。もうビッグしかねえと思ってるからえいやえいやあれ違ったおいよいしょよっこいしょおい28ニーヤニーヤまたニーヤだったニーヤビッグ年金不正受給ビッグ目覚めてきたよちょっと。2回くそ。コーラ買ってくるわ。いや。お、あるぞ。あるぞあるぞ。このタイミングで引くかよ。おい。ふざけんじゃないよないよもう。お、まだセーフ。ねえわ。スイカの集中だ。移動しよう。ほぼ覚えてない。あんまりって言うとほら語弊があるかな。結構ハマったね。ちょっと前555。あ、このハマりで心が折れたんだな。わかるわ。あう。追加だ。
スイカだ。前回はね10本で済んだんだけど、今日10本じゃ済まなかった。マジでサクサク当てていいな。溺れた中、うわー降ってきた、降ってきたよ。下段、中下段、いや下段7な、下段7。うわー蹴った、かっこいい、最高。遅れてればね。いやでも大丈夫だと思います、ちゃんと左ぬるっときたんで。嘘でしょ、嘘でしょ。あそっか、左が遅かったか。やっぱ7下段にちゃんと押してテンパって二角からの7キック。あーでも7キックになってたな。7キックからのレギュラー揃いも腹立つよな。まあ、どっちみちロスコインは変わんないか。あねえ、南半球来ましたね。キャンセルしちゃったけど、12ゲーム7ビッグでした。ハサミで7バーって電波ってる時、7引き込んでこないんだね、テンパイまで、テンパイラインまで。へえ、そうなんだ。よし、入賞したのは13ゲーム、追加投資なし。よし、今総投資12本なのでまだまくれるポジションではいるよね。おい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 、あーなんでこっち来たんだろう俺のバカ。20分前の俺をぶん殴ってやりたいわ、タコ殴りにしたいわ。20分前の俺をもうウィル・スミスにピンタしてほしいわ、本当。何をやってんだ俺は。取れ高の心配してる場合じゃねえんで、自分の心配しろっつうんだよね、本当よ。外れじゃんかよ 100% よこんなの。おい549、ゴシック。頼む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 、赤赤赤赤赤。よしよしよし、よーいよいしょ。あ、呼ばないと大輔。バイブル見ないと、バイブル、ビッグ中の打ち方。これで何狙うんだ。こんな来るんだっけ頻繁に。あ、ミスった、ついたけど。こんなのミスる余裕がねえと思ってたけど、思いっきりミスったね。終わり。こっからまた格上げするんだよね、確かね。なんか引かないとダメなんだよね、ここでビタ押しチャンスとか。
帰りたくなってきたよ。チャンスすら訪れず。お、今ね操作受け付けなかったんですよ。揃った時にねベッドボタン効かなかったの。来ました。これ何分の1だっけ。1万6千分の1とかだよね。いやー見ちゃった。ドンビック、スロキャンでもちょっと隅田川屋形船で下りませんかねえ。花火持って花火持ってくべきだよね。ああやっちゃったよ、やっちゃったよ。2回目だ。パーッと持った時にはもう中リールが止まらない、止まらない手が。あーワンチャンボーナスの可能性もあるけど、でもこれでしょ、縮れでしょ。まあほぼこぼし。あーこぼし、あーこぼし、あー2回やっちゃった、2回やっちゃった。今日2回割とサクサク回してたと思ったら3時間で1000ゲームしか回ってねえ。お、やっぱおかしい、やっぱおかしいわ。遅れたか。中、うわ降ってきた、うわ行った行った、綺麗に遅れから決まりました。148。564でチャラなんですが今599枚ある。プラテル、この RT 消化を持ってやめればプラスで帰れる。よし、この RT 中に一発ビッグ連チャンさせれば間違いない。来い、冗談ドンテンパイ。あお、今プラってるな。ちょっと現時点で何枚プラスか見ますね。プラってんな。1234、これでチャラ。1234567891060枚ぐらいプラってます。ただちょっとこれキープの上であの2人様子見に行こうか。このまんまちょっとプラスで終わりたいな。今日はね仕事したと思う。ギリギリ氷こぼしなければもしかしたら 1% 上がってたかもしれない。いやーちょっとあの氷こぼし2回は痛い。その分ねパンクさせなかったからね。
通だな。あれ、あっけないね。うえ、サメがびっくりした。びっくりした。いたの。あ、びっくりした。このパターン初めてだ。そう、ダメなのあれ。なんつって、あれ、ここ切れた。終わりました。また今回も勝っちゃうな、これな。もう負けようがない。もう逃げてもいい時間だし。今1000枚ぐらい食らってる。タイガー、おい、なんとかなんとかを 101% から 102% ぐらいです。今どう、竹ちゃん状況。ボイドは800枚ぐらい買ってるかな。おーおーおーおおお、え、プラってる。プラス。おー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 おお、ちょっとちょっと、じゃあ最後おじさん、塾長のおじさん見てくるから。はい、全員 102% 超えてたら、じゃあ俺これでやめますわ。 OK。終わりっす。まあ山本さんもキリがいいみたいだし、塾長さんは分かりません。さようなら、もう会うことはないでしょう。まさか今負けてる。はい、おじさん、おじさん、プラス、プラス、マイナス。いや、もうワンピックぐらいで。え、ワンピックぐらいなのですね。あ、そうなの。ちょっと、行っちゃおう。はい、ワンピック行っちゃおう。ワンピックでプラスだそうです。これちょっと、全員揃って 102% 超えたいよね。俺超えてないかもしれないけど。やべえ、ワンビッグじゃ足りねえわ。ワンビッグじゃ足りない。ワンビッグプラスワンレギュラー。あ、もうツービッグになっちゃった。
ビッグならビッグならって言ったんだけどな。人生そう甘くないね。2ゲーム、ミスったよ。こっち狙った方がいいんだよ。なんかなかったっけこれ。外れじゃないよ、15枚払い出しだったもん。あれちょっと待てよ、俺900枚え9000円使ってんのよ。ってことはよ、浮いてね。やめた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 、即やめた即やめた、こんなの即やめだよ。誰かリーチメント間違えて打ってくんねえかな、山子さんとか打ってくんねえかな。昔山子さんのバトルの応援行ってサンダー V2 かな、で山子さん全然出てなくて俺結構出たのよ。で最後まあ調子良かったからこっち打てばって言って打ったら、打って 1ゲーム目に山子さんがやってんだよ。そりゃそうで俺ビッグ仕込んでったんだもんずーっとかけてみて一回あったねそういうことがね。お疲れ様でした。いや夜も更けてまいりましたけどね、ちょっとですね、戦ったんじゃないですか我々。そうっすね、じゃ前回同様塾長からね軽く、そうだ、投資金額と、はい、あの獲得投資金額がですね、はい、9000ですね。お9000意外と使ってない、はい、で、戻しが665枚。あれポッポロプロってんじゃんプロってんじゃんプロップロッチック、もういや最後やけくそだったんですけど、うん、あのバーサスだったらビッグレギュラーできて、うん、うまい、それもうゼロゲームやめしたら売れました。うまい。でも前回の分があるんでね。いやーただけどあくまで今回ですから今回はね、今回ね、今回来ましたよ。塾長さんはですね 105.2% 本日おおやりましたやりました。お上手お上手、まあまあ回したんでね。あのピンクパンサーなければ 180% ぐらい、ね、あそうピンクパンサーでえらい目にあったの。えらい目にあった。二度と打たないあーねー立ち回った、立ち回りました。だって俺何台打った。 1,2,3,4,5 台打ってます。やっぱ打ってんの夕方からならではですよ。設定1を5台打ち回ってそれ立ち回るって言わないけどね、のた打ち回る、のた打ち回る、みんな1ですよ。まあそれで勝ったんだから。そうそうそう、大将もおめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりですこの企画、はい、で前回負けたよ私山本、はい、今回頑張りまして、はい、投資12本、うん、回収623枚、おお、振られました。ブラ、はい、プラス50何枚59枚かな。やった。で3枚、出率が 101.4%。 おお、まあまあね、あの途中の腐れバー職人の時代を知ってるから僕当たったなって見ると化け、当たったなバケ。初ビッグに2時間かかりましたね。おお、大変でした。今日は難産でしたね。難産、ビタビタやったわけですね。ビタビタやったんですけど、別化け中ミスんなかったんですけど、うんうん、通常時氷2回やっちゃいました僕も最後はあのバーサスの化け1回あのスイカ失敗しました。失敗しやっちゃうよね。やっちゃいますね。はい、私も、はい、あの AT 中のナビ見つりました。ちょっと待って、あの簡単なの見つりすぎじゃない。ナビってさ、あれ別に目押しじゃないですよね。大した目押しじゃないですよね、はいはい、そういうのに弱い。弱い。外しはミスってあれでしょ、認識違いでしょ、ミスってないんでしょ実は。で1回はあれ俺押したはずなのに滑っていっちゃったよ、うん、そしたらボーナスでしたよ。お危なかったね。自慢かよなんだよ。2回目もミスったかと思ったらあれ入ってたのかな。それも入ってた。入ってたんですか。その後出てきた。あ出てきたの。おお、ミスってないかもしれないです。夢見てたんじゃない、ま、だちょっと夢グループ、夢グループ、夢グループ社員ですかまあよく寝てたからね今日夢グループ、ね、寝てない寝てない今日ないんですよ。中竹さん、あの投資とバックはどんな感じだったんですか。言っちゃっていいですか。1000円、投資が8000円。あ、行ったんだ。で
獲得忘れたけど、プラス、プラス、プラスです。プラス、プラスの八百屋。808枚。そう、808枚。なるほど。だからか、中竹君の本日の出率、115.4%。おー、強いね。中竹君がですね、この企画5回やってるんですけど、そのうち4回勝ってる。まあ、102% の以上の台なんてこんなもんすよ。うわ、言うね。特に徳を積んでる感じはしないんですけどね。今日なんか寝てるだけだったんだけどね。いやいや、ゴミ道に落ちてたら俺拾って捨ててるよ。どこに道に捨てるんでしょ、また何のリサイクルだよそれ。道に落ちてるからゴミへのリサイクル。道にパーッてるんでしょ。それ同じだからね。、うん、はい、ねえ、いや、まあ、強いんですよ。俺なんか徳積んでんのに全然ダメですからね。え、今なんて言いました。徳徳を積んでる。いつ、いや、ほら、フィリピンの子供たちのためにね。NPO の理事やったり。それ田中君が頑張ってるだけで、塾長はそこにいるだけでしょ。そう、乗っかってるだけで、毎月お金入れてるだけ。金でなんとかしようとしてる。はい、そんな我々ですけど、今日我々どうでした。今日今回すごいですよ、はい、3人のトータル出率、うん、本日のやつですよ、はい、108% ジャスト。 おい、ということはご褒美、ご褒美、5万円のクオカードがもらえ、1枚ずつ、1枚ずつもらえません。あのペイペイで送ってくれてもいいけど、あれ聞いてますか、はい、もらえません。え、もらえないですか。なんでですか。なんでなんかルールブックをよく見たら、はい、3人全員が 102% 超えないとダメ。誰ですか、 102% 超えない。俺 101.4% だった。で、スイカこぼしたじゃないですか、2回、あ、氷2回こぼしたじゃないですか、もしかしてそれ2回取ってたら超えたのかなと思って、その分計算してみたら、101.7 とか、あ、足んなかった、ね、足んなかった、どっちみち足んなかった、もう拾わなきゃダメだったんだけどね。どっちみち足んなかった、じゃあ俺がこっそりなんか50枚ぐらい、あ、それくれてれば、ね、そうなんですよ。ガルゾーさんの足元探しちゃよかったですね。そしたら30枚ぐらい落ちたからね。タバコ1箱分ぐらい落ちる。そんなセレブ打ちしてんの。全然拾わないですよね。おお、3人トータル5回やりましたね、今まで、はい、101% まで来ました。おー、やった。おー、101%、もうちょいじゃないですか。もうちょいで、今日実践前の段階では99.7だったので、はいはいはい、今日だけで 2% 近く、 1.5% ぐらい上がったんですよ。上がった。おー、ですごいね。 102% になったらいよいよさすがに賞金出ると思うんでね、出ますよね。はい、出ます。全員が 102% 超えたらとか言うんじゃないの。またいやいや、企画全体で超えたら、ね、はいはいはい、次回マジで気合い入れて頑張ろうっていう、そういうことですよ。す、次回マジで気合い入れて頑張ってほしいのはあいつですよ。店選び頑張れよ。あの、すごくそうかだぞ。そうか、すごく交換率悪いと思う。あ、逆に、なんで8枚交換とか、そしたら設定2以上、さすがにベタピンってことはないんじゃない。8枚交換なんてロシア行かなきゃないですよ。そんなわけで我々今回すごく活躍いたしました。そうですね、で第6回目で 102% を迎えたらそれで最終回ということでよろしいんでしょうかね。いいですか。まだまだ続くのかな。終わる気なさそう。終わる気なさそう。、まあ、とりあえずあの 102% で賞金はもらえることは間違いないことは今日分かったんで、ね、そうですね、102% いったらバルブレイブとかで全突破してもらえるじゃないですか。ちょっと待って、あの編集部持ちで。それね、それね、5万円の方でも言ってるんですよ。もうお父さん頭の中こんがらかっちゃって、もうバルブレイブ打ちたくて。あのね、我々 102%101% ですけど、ええ、あの収支的には大したことないですから、マイナスですよね。多分収支的には収支的チャラぐらいかな。あ、あ、違うか、 100% 超えてるってことはプラスか。若干プラスですよ、まあ、若干あの肌間とかで損はしてるんで、まあ 101% そのままもらえてはいないですけど、そうですね、まあ、ちょうどチャラぐらいだと思います、うんうん、で次回は草加店に、はい、開店から2時間後に集合で、はい、頑張りたいと思います、はい、102% を目指して頑張るのでその時もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。実践2時間だよこれ。2時間いらないんですね。 102% 超えた瞬間やめる、超えた時点でやめましょうか。で、賞金ゲッツ、勝った時のデータ持ち寄る。そうね、あ、それでもいいや。俺この間のハードボイルドの4000枚持ってくるわ。なんならもうあの今データ見れる店多いから、それ